目黒蓮、俳優業はどれだけ自分を引いていくか、スノーマンでの活動との違い語る。アイドルグループ、スノーマンのメンバーで、俳優としても活躍する目黒蓮さん、26、が25日、第15回多摩映画賞の授賞式に登場。俳優業とアーティスト業の違いについて、自身の考えを語りました。目黒さんは今回、映画、私の幸せな結婚、月の満ち欠けの演技が認められ、最も飛躍した男優に贈られる最優秀新進男優賞を受賞、私の幸せな結婚、では、キレのあるアクションと、華のある演技で見るものを虜にし、思いの移ろいを繊細な感情表現で演じた、ことが評価されました。トロフィーを受け取った目黒さんは、撮影が終わった後もこうして賞をいただけると、作品が生き続けてくれているんだな、というのを実感することができて、とてもありがたく思います、と、喜びを語りました。芝居の経験が、スノーマン、目黒蓮にプラスに作用壇上で、俳優業とスノーマンの活動が互いに活かされているか、と聞かれると、スノーマンでの歌、ダンスパフォーマンスの表現力は、お芝居をたくさん経験させてもらううちに、アーティストとしてのパフォーマンスの方の表現の幅が増えたと思います、と答えた目黒さん。さらに、スノーマンでいるときはなるべく、目黒蓮というものをどれだけ足していくか、という感じなんですけど、役を演じさせていただくときは、どれだけ自分を引いていくか、足し算と引き算で全然違うことをやっている感覚。どちらもちゃんと住み分けられていて、楽しくやらせてもらっています、と、俳優とアーティスト活動を並行して行う目黒さんならではの、仕事への取り組み方を明かしました。